ということは入ろうとする人が時塗りを渡すようなことがあったらこれは絶対に成功しないわけですね。うん、中に立てこもっている人が血塗りを渡すようなことがあったらこれは絶対守りきれないわけです。うん、ここをすっきりと理解しておかないとうまくいかないですよね。大前提が崩れてしまいますよね。はい、作戦を立てるもっとずっと前の段階の基本中の基本ということになりますよね。うん、でも割とこれが忘れがちになってくるわけです。例えばですね、まあ、もうちょっと古くなりましたけどペルーの大使館に立てこもった事件がありましたね。あの時に犯人側は報道陣を中に入れてましたね。あ、そうでしたっけ。はい、すごく大勢の人質を取りましたよね。はい、で中に報道陣を入れてるんですね。はい、で中の映像を撮らしたりなんかしてるわけです。ということは自分で血のりを渡しちゃってるわけですよね。なるほど。ということは中の区画がどういうふうにしてバリケードをどういうふうにしてるのかっていうのは、まあ、突入する瞬間にそのままなってることが別として、はい、大体分かってきたわけです。ということは血のりを渡してしまった。これはまあしてはいけないことですね。はい、まあ、これは逆手に取る方法もありますけども、それから今度入る側にしてみればですよ、いつ行くかというのを宣言するような作戦を立てるという方はこれはあってはいけないわけですね。で今から行くからとか5分後に行くからとか、並んで待ってなさいとかね、そんなこと言ったってしょうがないんですとはいえそういう計画を立てがちなんですよね、割と。ああそうですか。ですからこの自分が持っている利というのは何を持っているのかと、で何がないのかと、で相手は何を持っているのかと、でそれをいかにして奪っていくかということですね。あって、まあ私が攻める側であれば相手の血のりをどうやって取るかですよね。自分の時のりは絶対に渡さないで相手の血のりをどう取っていくかという話になってきます。そうするとまああまり具体的に言うとですね、まあ銀行行動が入っても困りますから言いませんけどまあ、相手の血塗りを取るということは相手が来ると思っているところから行く、そんなバカなことはしませんね。なるね、はい、相手にしてみれば今モグラ叩きゲームってないですあ知らないでしょ。わかりますよ。わかります、はい、相手にしてみればモグラ叩きゲームは穴がいくつあるのかな、あれ、まあ、9つとかね10個ぐらい10個ありますよね、はい、あれでハンマー1個だからゲームになるわけですよ。はあ、ところが中に入っている人にしてみればですよ、穴が1個でハンマーを持った人が5人中で待ち構えているようなものですよね、区画に入っていくというのは。ということは、扉から入ったらそれはハンマーでめった打ちされますよね、ネズミが100匹ようが200匹ようがじゃあどうすんのというところから入ってくるわけですよ。だからこれは血のりを最大限に利用しなきゃいけないわけです、ね、そしてハンマーを持っているのは人は血のりを持っている、はい、その穴を出ていかなきゃいけない人は血のりがないんだからどう奪っていくのかというところが作戦の根っこの部分になってきますよね。だからまあタイミングにしてもそうです。なるほど、ね、中で守っている人はいつ来るのかわからないという状況じゃ、これはゴスンって言うんですね、同じ状況になって同じ状況になってしまう、はい、だから自分の決めたタイミングで相手に突入させたいわけですよね。じゃあどうするのかと、まあ、これは言いませんけども方法はあります。おお、気になるところですが気になりますね。ね、また銀行行動流行ったと思いますからじゃあもう少し具体的にですね、防御というのはどういうことなの、じゃあ血塗りを最大限に活用するっていうのはどういうことなんだということをちょっと、まあ、具体的に言ってみましょう。はい、お願いします。まあ、これは実際には私が、まあ、個人的に行きましたですね、諸外国の人に教わった時の話なんですけども、まあ、その時にも例によって非常に恥をかきましてですね。例によってなんですか。例によって、まあ、常に恥をかいてますから、まあ何やら中央に丸を書いてその周りにもじゃもじゃといろんなものが、はい、まあ、このぐらいにしていきましょうかね。はい、じゃあお見せします。はい、まずそのあまりにも見苦しいですけどもまずその相手の人にですね、はい、ここがお前の陣地だと、真ん中の丸がお前の陣地だと、でここの何も書いてない白い部分は、まあ、ゴルフ場の芝生と思ってください、非常に見通しがいいところ、はい、でこのごちゃごちゃしてるのはこれはもうヤブです。あ、ヤブが4つあって見通しのいいところも4つあると、はい、でこの中にトラップワイヤーを張ってみろって言われた。トラップワイヤーっていうのはその罠線ですよね、あのワイヤーを張ってそこに今敵が近づいてくるのを止めるか、はい、止めると言いますか、まあ、あの分かるようなアラームを鳴らすのか、そこでまあ、攻撃していますかね、
まあ、地雷原にするのかというのがあります、まあ、要するにトラップワイヤーを張れって言われたわけです。そしたら来る敵というのは当然ここの藪の中来ますよね、はい、このゴルフ場の芝生の中を横一列で歩いてくるバカいないわけですから、うん、そうするとその藪の中に張るわけですよ。私は張りました。だから花田さんはまあ黙って見てましたね、はい、でまあここは敵は必ず来るとこだから、それはいろんな工夫をしてワイヤーを張らなきゃいけない、はい、と割と見つけやすいところにワイヤーを張って、うん、敵が見つけたと思ってこうくぐったところにもう一本あるとか ね、それはいろんなことをするわけですよね、はい、でワイヤーをここへ、まあ、張り終わったわけです、はい、あそんなたくさん、それはもういろいろやりますから、ワイヤーを、まあ、この本数ごとをやってますけどね、まあはい、まあ、ワイヤーをかけたわけですね、はい、そしたらもう終わりかっていうわけです。こうはうん、もう終わり、もういい、うん、ダメだな。でここへワイヤーを張れてたんですよ彼は。ここへ、なるほど、来るわけねえじゃないかと、うん、さっきの話と一緒ですね、はい、芝生を横一列で来るかお前、うん、いいから張れで、まあしょうがないから張りました、はい、で、じゃあ今から俺の部下にここ襲撃させるから、うん、お前よく見とけ、うん、で見せてくれました、はい、そしたらですね、まあ、当然ここ入ってきますよね、うん、でいくつかこのトラップワイヤーを見つけてくぐってきたんですけど、やっぱりこの辺で引っかかったんですよね、うん、引っかかって、まあ、ここでアラームが鳴りますから、まあ、うん、おもちゃの弾って言いますかね、模擬弾なんですけども、うん、ここで撃たれますよね、はい、撃たれたら彼らはどうしたかというと、この藪の中は逃げれないんですよね。あ、そうなんですか。逃げれないというか心理的に逃げれないんです。 なぜかというと、はい、弾の方がはるかに速いから速く走ってもしょうがないんですけど、なるほど、移動スピードを稼ぎたいっていう本能的な共感があるんですよ、はい、そうすると全員一人残らずここ出てきました。ここ出てきても何の効果もないんですよ、でも全員ここ出てきて全力疾走するわけですよ、そうすると見てませんから前を、あ、この見え見えのワイヤートラップに引っかかるんですよ、そうするとここでドガーンとかかるわけですね、そうするとここで、まあ、ちょっと言葉悪いんですけど、まあ、みんな処理されると、はあ、で見たか、うん、ここを KZ というんだと。 KZ って何ですか。要するにキルゾーンというんだ。へえ、どこをですか。どこをキルゾーンというんですか。要するにこれが防御だと。 This is defense なんだと。敵は頼みもしてくんないのに来るんだろうと、うんうん、来るんだからそれを引きつけて自分が準備したアリ地獄の中へ放り込みなさいと、うん、そこでちゃんと就労しなさいと、うん、どっから組んだ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 らこうやってやってたってしょうがないんだよ、うん、これが血塗りを最大限に利用するということですよね。いつ来られたって痛くも痒くもないの、うん、来たら来るとこ分かってんの。自分が描いた図の通りに来ざるを得ないように組んでくるわけですよね、うん、で来たら引っかかったら自分の思ったアリ地獄なんですよこれ、うん、アリ地獄へ落ちていく。これが防御なんだ。はあ。これ昼間やってるんですよね。これは昼間です。昼間でもここに走り出してくるんですね。走ります本能的に。はい。まあ、分かりませんよ。その私がそういうふうに思うようにちゃんと仕組んでくれてたのかもしれないけども、私としては非常に衝撃的ですか。これが防御なのかと思いましたよ。ああなるほどな、一歩たりとも入れないとかね、そんなようなこと一生懸命見てこうやって見てるのが防御のようなイメージを持ってましたけども、うん、全然違う。なるほど、ね、要するに言葉で血塗りを最大限に利用するとは言いましたけども、この例を示さなかったら多分わからないんです。わかんないですね、うん、ここにね、あ、この外側にドラップワイヤー貼ったら、はい、こっちから外側から来るのを止めるのかなって最初思ったんです。そうじゃないんですね。内側から出るのを出させないんですよ。ってキルゾーンに追い込んじゃうわけですね。そうですね。だからこれがアリ地獄の外壁なわけですね。なるほどね。いや、思いもかけない話ですね。そう、うん、で彼が言うにはディフェンスのキーは誘引だ、要するに引っ張り込むんだ、はい、どうやって自分の行ってほしいところへこう引っ張ってくるのかと、これはディフェンスのキーなんだ、それが作戦の骨幹を示すんだっていう意味でした。じゃあどうすんのって聞いたら、お前は東洋人だろって言ったんですよ、はい、うん、東洋人だ、お前日本から来てんだよな、日本から来て、スンズを知らないのかお前って言ったんですよ。スンズ、スンズ、スンズって言ったんですね。何ですかね、スンズ知らないって言って
さ彼がブーッと喋ったんです、言ったんですよね、うん、で、まあ、あまりにも早く言ったから聞き取れなくてもう一回書いてくださいって書いて見たら、まあ水は低いところへ流れていくんだっていう書いてます。あ、これ孫子のことかなと思ったんです。孫子っていうのは、はあ。